今回紹介するのは「絆と思いやりが日本をダメにする」という本です美しい日本女性活躍など空想な言葉が並ぶ昨今の日本政治誰もがなんとなくこれでいいのかと思っている問題に最新の進化学社会心理学脳科学などを駆使してズバリと切り込む目から鱗間違いなしの痛快対談 この二人の掛け合いが面白くないはずがないと思って読んだらやっぱり面白かった確かにタイトルはキャッチーだがそのためにサブタイトルがちゃんとついているこの種の考え方に対して面白くないと受け取る人がいるのは理解できないでもないけど進化的思考は知っておいて損はないと思うよ以上、興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。